こんばんは。今日は自分の今飼育している幼虫とクワガタを紹介したいと思います。クワガタは今この前買ったスマトラオオヒラタクワガタです。サイズ88ミリですね。かっこいいです。そしてメスもいるんですけど、メスは今潜ってるんでいいです。で、これが今オオクワガタの幼虫なんですけど、一応冬が来るんで温室的な電気安価で、温度計でまあ20度切らないようにやってますね。前に出した動画で1頭だけ入れた禁止瓶のやつがだいぶ食べてますね。はい、まあ、見えないんですけど、あとは幼虫はまだそこまで大きくなってないからちょっと見えないですね。見える幼虫はいないかな。よいしょ。まあ今幼虫は7匹かな。これ幼虫いますね。これですね。まだちっちゃいんで、そこまで大きくないし、マットで育ってるんで、成虫になってもそこまでサイズは出ないと思いますね。で、これが前に見つけた、何の幼虫かわかんないです。カナブンかカブトムシ。カナブンだと思いますね。で、これがヒラタクワガタの幼虫ですね。ヒラタクワガタ。ちっちゃいです。で、内側にはオオクワガタ。オオクワガタの、これ今押す。これです。オオクワガタめっちゃかっこいいですね。73ミリです。そこまで大きくはないかな。で、メスもいるんですけど、多分メスは冬眠してますね。もう全然出てこないんで潜ってます。で、これがゴロゴロです。ヒラタクワガタの成虫、メスだけですね。どっか多分潜ってます。入れてるやつです。今こんだけしか飼ってないんですけど、まあ幼虫が大きくなってくれたらいいと思います。はい、以上で動画終わります。